さあ、亀レースがスタートしそうです。でかすぎる。動けんだろうか。やばい。これちっちゃいコーナー右側とかしたらいいかも。こういう手もある。そういう手もある。直前で降りるとネズミじゃん。こういう手もある。江戸が亀になりますね。有馬さん家の亀ちゃんがでかい亀に乗ってる。あ、降ろされた、降ろされた。頭ぐらいのサイズ。今からね、亀レースが開始するってことね。どうする、どうする。一番上のコーナーだな。これどうしたらいい。これまなこさん、僕らちょっとちび亀はこっち端っこで。どうしよう、どうしよう。どの子だい、この子は。まこぽんさんの裏にいる子は、あ、ゼロマルさんちのだ。たわし君、たわし、たわし、でかいたわしだな。並べない。待って、私これ大丈夫。被ってない。本当だよね。ちょっと そこに行くよ。ちょっと行くよ。全員入る。入らんか。でかすぎて。はい。オッケー、よし、じゃあみんな位置ついたよ。もうワニさんでも抑えれないぐらい。はい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 、いいよ。先生紹介なし。こいつ隙間好きやから。ほら、もう、アイドリングしてる、アイドリングしてる。レディーゴー。はい、行け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 。さあ、飼い主たちが頑張ってカメさんたちに声をかけております。抑えられてる。たわし、うんちしてるって。うんちしてる。たわしがうんちしてます。ちょっとちょっとタイムロス。ぺったんこすぎて踏まれるかとか。たわし、うんちしてる。これでなんで急に動かんの、こいつ。うんこの方いったらあかんて。うんこ、それうんこや、それ。ちょっと、うんこ、やってしまった。カメさん、ゼロマール産地の子がね、逆走しております。おい、プロパンガスいって。プロパンガスいって。プロパンガスまで来ちゃった。あ、裏側、裏ルート行ってます。マリオカートのチートのとこ行ってる。ショートカットできるか。あ、どうやら、ゴールしたみたいです。あ、ゴールした。誰が1位、誰が1位。ベンチの下に、やっぱ隙間の隙みたいです。でっかちゃんや。どこ行くの、どこ行くの、あなたは。ごめんなさい、ごめんなさい。そっちじゃない。こっちこっち。そっちがいいんだね。そっちが。みんなプロパンガス好きだな。ほらカメ子、カメ子。カメ子、こっちじゃないって。あ、止まった。ここじゃないって。え、これ噛まれるかな。え？あ。おお。スタートラインがここでしたが、もうこっちに行っちゃって、今紅茶さんの足元へ。カメ子、カメ子くん、お前ちゃうわ、言葉ない。傷めに来たんやった。怖くて隅っこ行きたい感じですかね、もしかしたら。戻るんだったらあっちやで。さあ、餌に見向きもしません。全然餌見向きない。カメ子、ただただ歩く。はい、みんな大苦戦です。あ、うちダメよ。うちの子はもう場外でしたわ。場外でしたか。結構みんな場外行ってますね。特にこう隠れるのが好きなやつなんで、もうすぐベンチ。屋根が好きなんですね。そうなんで、岩の隙間が好きなんでね。やっぱ残念でした。頑張りました。頑張りました、暑い中。あれ、マルコ、カメコはどうした。すげえ、頑張った。はい、2位でゴールしました。2位おめでとうございます。のんたん、のんたん頑張ったね。私の方が疲れて汗が。そう、やばいです。やばい、目に汗が入って。めっちゃ痛い。目がご飯に楽しそう。こいつ、ね、めっちゃヤンキーなんですね。優勝は80年間のデカイモくん。まさかもそうだ。うまいや。小さな動物園の、はい、何ちゃん。ノンタンです。ノンタン。3位が、あれ
なくなった。サンいなくなった。ナクチャンネル。あ、いた。まさか何何何君。あ、あれだ。アリマ君。アリマ君。アリマ君。はい、おめでとうございます。自分。あとはもうコースアウト失格でいいね。はい。コースアウトです。まさかコンサートすると思わなかった。ダメだもん。え、マコンさんダメですか？ダメだ。戻ってまた行ってもらって。はい、久々の爬虫類館回っていきたいと思います。ワニがねちょっと大きくなってますね、これね。え、あとなんか陸地が改造されてます。陸地に草が増えてます。突然した。うわうわ、やばすげえすごい。あ、口頭ぶつけてほらクラクラしちゃってる。あ、ちゃんと食べた。ちびちゃんはえ、ガム君もめっちゃ大きくなってる。え、なんか倍ぐらい大きくなってますね、1年前と比べて。ここにはヤマガメさんがいます。え、だいぶお家が広い。うわ、ここのボールもめっちゃ大きくなってる。かなりずぶとくなっております。あれ、こっちさんってヘビ飼ってましたっけ？ボール飼ってますね。ボール飼ってんだ。はい、うちもボールもね、こうやってね2種類ですけども、うん、白いの、白いのとノーマル。そう、あと向こうにも白いのがいて、うん、お客さんが触れ合いとかもできるようになってます、うん。いや、ワニさん家で初めてボール触って、それであ、ヘビってこういう感じなんだって知りましたからね。あ、これその子ですか？あ、そう、そう、そうだと思いますよ。ずっと飼ってるやつなんで。何歳ぐらいですかこれ？まあ、5、6歳かな。え、狙ってない？あ、ちょっとなんかちょっと餌、餌かと思ってるかも。あ、サバモニちゃんもだいぶ大きくなってます。すごい。この子も3倍ぐらいなってるかな。1年で3倍ぐらいになるんですね。はい、相変わらずこの子は大きい。でもちょっと大きくなったんかな。ハニさん、この子何ですか？これワニガメです。ワニガメ、頭めちゃでかいですね。でしょ、紅茶さんの頭よりでかいもんね。え、そうですか？いや、もじもじで一般女性の頭よりでかいんでね。へえ、そうなんですね。ワニガメさん、こんにちは。こんにちは。47歳のにソプラノなんですね、結構声が。でも紅茶さんと同じぐらいあるんですか、思うかね。いや、私より軽いです。そこ突っ込まないんだ。そこ言えないんだ。63キロ。あ、結構。いやいやいや、そんなないよ。俺と同じぐらい。嘘。え、ファニーさん63キロしかないんですか？嘘、俺もちょっとある。現役時代の俺と同じだ。え？絞ってた頃の俺と。いや、そんなないからね。あ、そうか。そんなない、そんなない。あ、じゃあそういう手で。そういう手。でも動画上なんでね。動画上では63キロ。ヒメハリが増えてます、ヒメハリ。ハリネズミみたいなネズミちゃん。なんか、なんだ、青大将がめっちゃ増えてますね。青大将屋さんになってます。こんにちは、久しぶり。大きくなったかな、君は。君はそんなにか。ゴジラみたい。ザリガニが展示されてます。こんにちは。うわ、この子もめっちゃ大きくなってる。え、なんか頭に苔生えてるのかな。苔生えちゃったの。気持ちよさそうだね。落ち着きないな。何ですか？アルビノのサルバトールモニター。非常に希少で、お値段もね、とんでもない価格の、うんうんうん、素晴らし
ます。綺麗でしょ？綺麗ですね。真っ白で。ちょっと若干ね、模様が入ってて。あれ、この子ワニさん家にいた子ですかね？そうです、そうです。大きくなりましたね。レアな色なんですね。レアです。ここサラマンダーがいますね。めっちゃでかい。こんなでかくなるんだ。でも1時間過ぎちゃう。外もベタベタ。あ、家アメだ。大きくなったな。この子はちょっとここではいないですけど思い出があります。1年前ね。はい、久々のアクアリウムコーナーは、はい、入ったらすぐね、ニワトリちゃんたち、頭ボンバーのニワトリちゃんたちがいっぱいいます。こっちなんかすごいお尻がエメラルドグリーンなニワトリさんがいる。黒いな。うわ、赤目がいる。この子めちゃめちゃ大きくなるんですよ。まだまだね、まだまだちっちゃいか。はい、スッポンもどきちゃんも優雅に泳いでます。君はあんまりサイズが変わらないね。はい、こちらが大型水槽のコーナーになります。はい、こちらにはね、スッポンもどき、パッと見ね、ウミガメみたいな感じに見えますね。あー、こっち来てくれた。てか、アロワナめっちゃでかくなってる。やばい、めっちゃでかくなってる。こんな大きくなるんだ。何センチあるかな。普通に60センチぐらいありますね。でかい。確かにこれは60センチ水槽じゃ飼えないね。あ、こんにちは。どうも。どうも。ご飯かと思ったのかな。どうも。愛嬌たっぷり。え、こっち、あ、泳ぐ泳ぐ。餌かと思っちゃってるわ。餌いっぱいもらったでしょ。いや、アロシャンが本当でかくなったわ。すげえ。なんか横の長さっていうよりも縦の長さがめちゃめちゃ大きくなってる。でかーい。はい、こちらがめちゃめちゃ大きい水槽。いや、多分ね、この水槽に移動してからすごい大きくなったんじゃないかなって感じますね。以前ね、見た時はアロワナはこんなに大きくなかったです。あ、ジーベンちゃんだ、久しぶり。え、めっちゃカメラ目線なんだけど、お久しぶり。え、これワニさん家にいたのどっちがどっちだろう。すげー見てる。あ、こっちにもジーベン2匹おるんや。陸地もね、すごい手作り感ありますね。でかい水槽が。あ、これ引き取り個体なんだ。マンボウやん。マンボウ。私の手。え、来た。あ、撫でられに来た。こんにちは。こんにちは。こんな大きいの。え、カラシンなんだ。こんなんですよね、メダカみたいな。え、すごいなこれ。マンボウと名付けよう。ピラニアとかと一緒ですよね。確かにピラニアとか。そっち系の顔してる。え、噛まれる系ですかこれ。吸い込む系なのかな。吸い込む系。主に植物食の雑食でって言われますね。そうなんだ。水面に落ちた木の獅子など。種とか食べてる。へー、パクパク。ペンチのような歯で潰してた。え、怖い怖い、ペンチのような歯。じゃあやっぱ指なくなる系ですかね。そうですね、なくなる。亀かわいい。亀池、相変わらず綺麗だな。てかこのアルビノちゃんがめっちゃ大きくなってる気がする。へー、そんなちっちゃかったんですね。一回りぐらいちっちゃかった気がしますね。
1年で、うん、グッズを出して、お出迎えいっぱいなので、餌やり体験、カメの餌300円だと思います。食べて、そして、カメの餌、買いました。はい、お客さんからご飯をいっぱいもらってね、みんな大きくなってます。全部出ちゃった。餌投げ方合ってますから。全部豪快だな。虫さんの餌やり、餌やり豪快だな虫さん。はい、じゃあ餌やりやってみたいと思います。ほら、もうみんな来た。ほら、ほらほら、おいでおいで、みんな集まってきましたよ。おいよ、どうぞ。みんなね、紙コップに目が釘付けですね。餌は浮いてるけど、あ、やっと気がついた。どうぞ、食べ放題だよ。大丈夫。あっち側にですね、ちゃんと甲羅をね、干す場所もあってね、のびのびしてますね。販売コーナー、あれ、ここ販売コーナーってあったっけ。アルビノの青大将売ってます。ピンクマウス、かわいいですね。こうやってポイって置いといても食べるんですね。これなんだ、コーンスネークか。これなんだ、コーンスネークか。あ、やばい、出てきた。かわいい。青大将かわいいじゃん。あるよ、ご飯横っちょに。かわいいな、青大将。3万円か。ちょっと今のところね、増やそうって感じではないんですけどもね。あー、かわいい、かわいい、かわいい。あ、ここにも青大将が、青大将屋さんだ、爬虫類館。青大将爬虫類館だ。ここも青大将だ。ここも青大将だ。ここも青大将だ。すごい。あ、ここにレオパが売ってますね。ボールも販売してますね。いいね、ボール。これも青大将。あ、双子も販売してます。イグシャンも売ってますね。販売コーナーも充実してますね。次は、あ、ここのね、カメちゃんハウスも売ってますね。このサイズで4万8000円ってだいぶ高い、高いじゃない、だいぶ安いような気がしますが、いいなこれ。さすがに置く場所ないな。あー、ごまちゃん、ごま様、ごま様のお通り。大丈夫、暑くないか、大丈夫か。はい、ワニガードが。ワニさん自分で帰るんですか。あ、そうなんだ。あ、お邪魔します。はい、2000円になりますよ、1時間。ごまちゃん、1時間2000円ですよ。帰宅。はい、爬虫類館のね、お外がね、大変身してますね。カメカメカメ、カメだらけ。今日は YouTuber さんのね、持ってきたカメちゃんたちも多分いると思います。うわー、すごい。キアシガメ、ロシアリクガメ、ギリシャリクガメ、マルギナータリクガメ、西ヘルマンリクガメ、いっぱいいますね。あ、これ私がやったスイカだ。
ここは赤足亀。みんな日陰が好きなんですね。やっぱ屋根があると落ち着くのかな。はい、こっちはねハウスがありますね。冬場はここで過ごすんかな。で、あとこのバカでかい亀のお家、でかい、でかすぎる。なんかしてるな。スイカ食べとるわ。すごい食べそうだな、このサイズだと。何キロぐらいあるんだろう。で、ここにはコストコに売ってそうな屋根がありますね。ここは、あ、ここもね、亀ちゃんたちがいっぱいいますね。こんにちは。あ、スイカ入ってる。いや、こんにちは。めっちゃ見てるな。いや、ここすごいびっくり。エミューがすごいサイズになってる。でかい。ヤッホー、覚えてる？覚えてる？1年ぶりなんだけども。でかくなった。もう倍ってレベルじゃないぐらい大きくなってる。ヤッホー、どうよ。でも10倍ぐらいになっちゃってるのかな、これ。こんなに大きくなるんですね、1年で。あ、エミュタンが2匹。あ、かわいい。最近ゲームでねエミュー飼ってるんですよね。めっちゃかわいい。このベイビー、ウリボーカラーなんですよね。あ、やだ、かわいい。こんにちは。嫌いみたいです。エミタン、エミタン、エミタン、エミタン。はい、ということで1年後の爬虫類館の様子と爬虫類館のイベントの様子でした。いや、本当ね、この暑い中来ていただき本当にありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。